保定渡る水図伝、渡辺集積筆演玄六1672年、憲本着色満腹児相画図、渡辺集積筆憲本着色、渡辺集積法営4年に1月16日は、江戸時代前期に、長崎で活躍した画家。逸前について、画を収め、長崎奉行所から、唐絵目利きを命ぜられると写生画を基調とする、唐絵目利き派の祖となった。本は、岩川氏。 ジオ、元明忍術祭、乱動人などと合し、死の画号である、エンカも襲名している。通称は人吉。日後国主菊地氏を祖という。商人、岩川人吉の子であったが渡辺に改正。商法元年逸前について、北州画を治め、河村弱氏と共に、長崎官画の代表的な画人となる。共に死と共通の画号である、エンカを襲名している。 県の九十年辛い目聞き色と御用絵師を長崎奉行所に命ぜられ、辛い目聞き派の元祖となる。逸前を通じて中国から伝わった北州画風の絵画が大に長崎の独自な画風として認められたのである。収積は長崎土産となるような異国情緒あふれる長崎の風俗図や細密な花鳥図を描いている。作品は村館のものが多く、 伝尊作品が少ない。その人柄は温厚でつつましく、鏡と称賛された。修石の一族は代々から愛めき記色を世襲し、二世、周木、三世元周、四世周慶、五世修彩り、六世、周仙、七世、秀美、八世元すと続いた。修石の弟の渡辺周学も画家。法法は、忍寿院、元秋修石古事。 当林三神高主寺に一族と共に葬られている。異国人図鑑異国人図鑑。ありがとうございます。